プチプヨね、本番が出てきました。こっちもねちょっと早いかなって思うんだけれども、ちょっとこっちもいろいろ忙しいんで時間がある今回今日ねと鉢上げしてしまおうと思います。今このまま箱でねつながって狭い状態なんで、このまま育ててもダメだし植えることもできなくなっちゃうんで畑にね。なんでこれを3号ポット、これねだいたい9センチか、直径9センチのポットに土入れてあるんで、これに1本ずつ移し替える、移植、移して植える、移植を行います。その作業を今日ねポイントを説明したいと思います。で早速やっていきたいと思います。では早速ここの箱の中から苗をね取っていきたいと思います。でポイントとしては葉っぱを掴んで土をほぐしながら、フォークでねほぐしながら取ってあげてください。とにかくまずやっていきます。なんで葉っぱを掴むかっていうのも説明しますけど、その時まずこう周りの方から崩してほぐしてね、で下からすくい上げるように、多少根っこ切れても仕方ないんで、でこうやってあげます。ちょっと待って、よいしょ、こういう感じで入れ物に取っておきます。でこの時ね、さっき葉っぱつかむって言ったんだけども、葉っぱねこの部分ねつかむって言ったんだけども、もしここをつかむと、初心者の人みんなここつかみたがるんだけども、ここつかんでここがちぎれれば絶対その苗は死んでしまいます。成長点、これから新しい葉っぱとか茎とか花を作る点場所がこのちょっと見づらいけれども、ここになるんで、見づらいなここね、ここね、このこの部分になるんで、ここで切れてしまえば二度とその苗は成長しません。だけど葉っぱを掴んで、葉っぱがちょこっとちぎれたとしてもね、この先っぽがちぎれたとしても次の成長にまたつながるんで大丈夫です。絶対に軸は掴まない、絶対に葉っぱを掴んでやるとね、持つ時もここを持ってやる、で優しく置いておく、でここに土はなるべくついた状態を保ったまま取ってあげてください。でこれをどんどん進めていきます。でここちょっとくっついてるから、2つくっついてると困るんでほぐして、もし可能であればこの土塊の状態、土の塊の状態でを取っておけば一番いいかもしれない。さっきはできなかったけど、これもねこのまま植えてあげればダメージが一番少なく済むんで、これ取れちゃったけどもこのまんまね取っておきます。よいしょ、こういう感じだね。これが根っこだね、トマトのちょっと切れてるけれども、まあ大丈夫、少しぐらいっていう感じでやって、その後、鉢の方に植え替えていきます。はい、それでさっき取った苗をね、これを植えていきたいと思います。ここに、簡単ですよ、本当に簡単、こんなんでいいのって思うぐらい簡単。穴を掘ってあげて中に入れて、でこの時深すぎないでね、深すぎないように元あったぐらいの深さで土をやってあげて、軽く軽く押してあげます。強く押せば後でなんか根っこが切れたり軸が切れたりするんで、軽く押してあげて、これで終わりで、後でお水をあげます。でお水あげるときね、前の箱に水あげたときみたいに上路の先を掴んでチューってやるんだけども、その時水やりがねここに当てて、ここを這わせるようにあげてくださいね。直接根元にチューってやると土掘れてしまって根にダメージくるんで、そこだけ気をつけてほしいと思います。葉っぱに当ててもダメージになるんで、まあ、今実演しますね。ちょっと浄土持ってきますんで、今それで実演してみたいと思います。それでね、水やりだけども復習だけども、ここをしっかりキュッと押さえて、でちょこっとずらして水を出せばピューって出るから、でこれを今までは箱の中で列になってる苗の間に巻いてたけれども、今回ポットになった、でまだ小さい、直接当てちゃダメだっていう場合は、この横に這わせて縁にね、こっちの方が見やすいか、縁に当ててお水をあげると。でそれ取れた、これか、これもねこうやってシューッと縁に合わせてあげる。
ちょっとこっちの方もよいしょ、これとかだったらこの縁にシューッとやって映ってる、うん、ここにシューッとやって直接当てないでお水をあげるっていうやり方、こうやって水をあげてほしいです。直接当てれば何回も喋るけれども、苗のこのまだちっちゃい赤ん坊だよ、赤ん坊、生まれたての赤ん坊にストレスね与えちゃうと枯れる可能性もあるんで、この縁に当てて間接的に水をあげる。シャワーをまだあげない。もう少し大きくなったらシャワーで水当たって当たっても別に大丈夫なんで、ただこのまだ小さい状態の時はそういうふうに直接当てないように縁に沿わせて水をあげるっていうことを心がけてやってもらえればなと思います。でこういう感じで、あとは伸びていって第1花一番目の花がね出てきたら畑に直接地植えする、まあ、プランターに植えてもいいんだけど、プランターでも本植本あの本場本場本本補助にね畑にね植えるタイミングになります。花が第1番の第1番かこれが咲いたら畑に植えてください。それまでは大事に暖かいところとか日当たりのいいところとかに置いて大事に育ててあげてください。このくらいですね。気をつけなきゃダメなのはトマトは本当に水もそんなになくてもいいし肥料もなくてもいいんで大丈夫なんで、こういう感じで育てます。俺はさてあとは 2,3 週間かな、ここからまた2週間かなすれば植えられると思うんで、その時またトマトの動画にしてアップしたいと思うんでよろしくお願いします。